Carano's never been afraid of anything. She doesn't hold back. She's criticized social media censorship, COVID lockdowns, BLM. She even said her pronouns were beep, bop, boop, you know, like R2-D2. What I've learned is that if this can happen to me, this can happen to anyone. I am I'm easy to work with, and I am passionate about what we do. I'm always excited to be on set. I even worked with them as much as I possibly could to resolve any issues that they had. But, you know, eventually you have a line, and, you know, when that line gets crossed, you just have to say, enough. Enough is enough. And if I look back if I would have caved and I would have done something that disrespected myself, then I wouldn't be doing any favors to the next generation, to my nieces, to your children, you know. And I felt like since I didn't have any children, I was a person that could stand up and say some things. 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界 G ニュースのお時間です。本日はいつも皆さんにお世話になっておりますプクタが所用があるということで、私、魚界の神様が本日代行させていただこうと思っております。不慣れですが、よろしくお願いします。本日は、あの、ジーナ・カラーノさんが、ディズニーを告訴した、そういった話題をお送りしていきたいと思います。もう本当に大変なことになっているようなんですが、ここに至るまでの経緯、そして今回の訴訟の詳細を見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな G ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ところで、皆さんにお伺いしたいんですが、こういった雑用って、普通神様に晴らせます?プクタの世界時事ニュース。さあ、それでは本題です。今回ですね、格闘家、そして女優として知られております、ジーナ・カラーノさんが、ディズニーを訴えたと言って大変笑いになっているんですね。で、この話題についてはですね、過去にこのチャンネルで取り扱っているそうです。本日こちらも含めて軽くね、これまでの経緯を見ていきますが、詳しくはそちらの動画をご覧になってみてください。まずこちら、デッドラインの記事です。これがやり方。ジーナ・カラーノ、マンダロリアン打ち切りで、ディズニーを提訴。イーロン・マスクが訴訟費用を負担へ。元 MMA のファイターのカラーノが、かつてボブ・チャペックが経営するディズニーによって、アメリカの政治的状況をナチス・ドイツと比較したことで解雇されてから3年後、火曜日に賞金稼ぎのシリーズから彼女を外したディズニーと、スター・ウォーズのレーベルであるルーカス・フィルムを提訴しました。そしてその弁護士費用は X のオーナーであるイーロン・マスクが支払っています。カラーノは彼らのいじめ、差別、報復行為、つまり重大な精神的損害を与えただけではなく、数百万ドルの収入損失を与えた行為の責任を問うために戻ってきたと訴状には付け加えられており、不当解雇と性差別を主張している。マンダロリアンの第2シーズンがディズニープラスで終了して間もなく、ルーカスフィルムはこの女優とビジネスについての厳しい声明を発表した。ジーナ・カラーノは現在ルーカスフィルムに雇用されておらず、今後も雇用される予定はありません。そして、文化的、宗教的アイデンティティに基づいて、人々を中傷する彼女のソーシャルメディアへの投稿は、忌まわしく、容認できないものです。つまり、このジーナ・カラードさんというのは、このソーシャルメディアへの投稿が元で、マンダロリアンへの出演をキャンセルされて、ルーカスフィルムは彼女の永久バンを宣言したというわけなんですね。もう二度と雇用しませんと。そして、これを支持していたのが、当時のディズニー CEO、ボブ・チャペックだったと言われています。カラーノと彼女の弁護士は、ディズニーとルーカスフィルムを契約を破棄し、言論の自由を犠牲にしたとして非難したいと考えている。解雇に加え、被告は、マンダロリアンシーズン3新シリーズ、レンジャーズ・オブ・ザ・ニュー・パブリック、そして、将来計画されている、スター・ウォーズ長編映画、すでに約束されていた役割に、彼女を雇用することを拒否したことは、彼女の政治的信念と、男性同僚との不平等な扱いのせいだと、訴状は主張している。ということで、今回のこのジーナ・カラーノさんというのは、ディズニーとルーカスフィルムを相手取って、不当解雇と性差別、主にこの2点に重点を置いて戦っていくというようなことのようですね。そしてこのジーナさんがですね、なぜこのようになったのかという経緯がね、こちら同じくデッドラインの記事にありまして、彼女は TikTok の投稿で、現在のアメリカの分断した政治情勢をナチスドイツと比較した。ユダヤ人は街頭で殴られました。ナチスの兵士によってではなく、近所の人々によって、歴史は編集されているため、今日のほとんどの人々は、ナチスが簡単に何千人ものユダヤ人を一箇所に集めるまでに至る過程で、政府がまず自分たちの隣人にユダヤ人であることだけで嫌われるようにさせたことに気づいてはいません。そしてそれは、誰かをその政治的見解のために嫌うことと、どのように違うのでしょう。と彼女は書きました。インスタグラムのストーリーに掲載された別の写真には、K
キャプションとともに顔と頭を覆う複数のマスクをかぶった人物が映っており、その間カリフォルニアにいたというキャプションが添えられていた。これはマスク着用についての言及ですね。これらの投稿は女優のインスタグラムから削除されたが、他の人物によって拡散された。この他にも、出会う人々が全員自分の持つあらゆる信念や見解に同意してくれると期待するのはとんでもないことだという引用や、ジフエプスタインはあっちしていないという投稿も残った。こうしてハッシュタグファイヤージーナカラーノはトレンドになり始め、ソーシャルメディアではマンダロリアンのクリエイタージョン・ファブローやディズニー、ディズニープラス、スター・ウォーズ、ルーカスフィルムがタグ付けされました。カラーの氏は以前、マスク着用や不正投稿に関するコメントでソーシャルメディアを賑わせていた。11月、彼女はツイッターのプロフィールにビッバ・ブープと記載し、ソーシャルメディアで代名詞を使用する人々をからかった。この行為はトランスフォビア的なものであると思われた。彼女は後にその考えを撤回し、マンダロリアンのスターペドロ・パスカルのおかげでなぜ人々が代名詞をプロフィールに載せるかを理解することができましたと語った。以前は知りませんでしたが今はわかりました。私のプロフィールには載せませんが、そうすることを選択した全ての人にとってはいいことです。ということで、この時にですね、このジーナ・カラーノへの攻撃に加担していたのがあのレイチェル・ゼグラーだったわけですね。ジーナ・カラーノという名前は出さなかったんですが、その代わりにペドロ・パスカルという名前を出しまして、これを匂わせ自身のファンを消しかけたというあれですね。人間って怖いな。お魚でよかった。こちらハリウッドリポーターの記事です。ジーナからのイーロン・マスクが資金提供したロースーツでマンダロリアン解雇をめぐりディズニーを訴えるということで、こちらですね、ロースーってあります。こちらが本日のキーワードになります。ロースーツ、法的判断を得るために一般人や団体が裁判所に訴えるということで、こちらのロースーっていうのは訴訟という意味になります。こちらにスーツとありますが、これ単体でも訴訟という意味になります。そしてこのスーツというのは皆さんがね、会社に行くときに着るあのスーツのことです。ですので、こちらね、ドラマのスーツとありますが、これはまさにね、ここで着ているスーツと訴訟という意味のスーツ、これをかけているんじゃないかなと思います。このスーツというのは訴訟、そしてこの着ているスーツ、2つの意味があるんですね。ということで、こちらはジーナカラーのイーロン・マスクが資金提供した訴訟でマンダロリアン解雇をめぐりディズニーを訴える。カラーノは火曜日にカリフォルニア州の連邦裁判所に提出した訴状で、ソーシャルメディア上で右翼的な意見を述べたために解雇されたと主張し、ルーカスフィルムに彼女の再キャスティングを要請する裁判所命令を求めている。これはディズニーが左翼思想によって自分を解雇したということを印象付けられるので、なかなかクレバーですよね。イーロン・マスクは自身のプラットフォーム上で、これ X ですね、自身のプラットフォーム上での活動で差別を受けた場合法的費用を負担するとしていた約束を実行し、 X を通じてこの訴訟に資金を提供しているということで、これに関しましてはこちらの動画で詳細がございますので、よろしかったらご覧になってみてください。このイーロン・マスクというのは X での発言が原因で差別をされた、解雇されたというような場合は訴訟費用を負担しますということを言っていたんですね。そして現在ですね、このイーロン・マスクというのはその発言でディズニーが広告を撤退したことを受けてディズニーに対して宣戦布告をしているんですよ。つまり今回このイーロン・マスクとジーナ・カラーノの利害が一致したということです。これによりこの訴訟にゴーサインが出たということですね。X 社のビジネスオペレーション部門の責任者であるジョー・ベナロック氏は声明で、 X 社が言論の自由へのコミットメントを示すためにジーナ・カラーノ氏の訴訟を経済的に支援し差別なしで働く能力を得ることを誇りに思っていますと述べた。そしてここにですね、ディズニーがジーナ・カラーノさんにどういったことをしたのかというのが書いてあるんですね。訴状によるとディズニーはエピソードごとに$25,000のゲスト俳優料金を支払われていたカラーノに対し、ゲイ、レズビアン、反差別同盟の代表との面会を求め公式の謝罪を要求しました。被告はこれつまりディズニーですね、カラーノの広報を説得し、カラーノに対して人々を嘲笑したり侮辱したと認める声明を出させようとしましたが、カラーノはそういったことを決して行っていませんと述べています。これ事実だったらすごいことですね。これあの国での話ではないですよ。アメリカでこんなことが起こってるというんです。そしてこれまだ続きます。訴状によると彼女がこれを拒否した後、カラーノにはルクスフィルムの社長であるキャスリン・ケネディと LGBTQ+ として自己認識する45人の従業員との会合に出席するよう命じられました。彼女はこれを辞退し、その後マンダロリアンやレンジャー・オブ・ザ・ニュー・リパブリックなどのスター・ウォーズの他のタイトルの出演も打ち切られました。X がこの訴訟に資金を提供することについてカラーノはこう付け加えた。言論の自由のために世界における最後の希望の光の一つである会社が私の訴訟を支援することになったことを光栄に思います。マスク氏は昨年 X の利用者がプラットフォーム上での活動を理由に雇用主から差別を受けたと主張する場合、法的措置のための資金を提供することを約束した。この申し出の費用は制限なしで、マスク氏は企業の取締役も追及すると述べました。
ということで、ハリウッドリポーターにはこちらの訴状が掲載されています。そしてこちらがね、そのイーロンマスクですね。ディズニーに対する訴訟に参加されたい方はお知らせください。ギナカラムザンのポストをリポストしてディズニー訴えたい人は集まってくださいと言ってるわけですね。現在もですね、ここに人が集まっているという話もありますので、この訴訟ですね、ジーナ・カラノさんだけではなく今後もね、どんどん大きくなっていく可能性はあるんじゃないでしょうか。はい、ということで本日はあのディズニー・ルーカスフィルムから解雇されたジーナ・カラノさんがイーロン・マスクの後ろ盾でこれを訴えることになったという話題を見てまいりました。この話題に関してはこのチャンネルでずっと追ってきているということなので、まさに今回ね、その結果が出たということになったわけですね。もちろん結果はまだ出ていませんし、かなり厳しい戦いになるんじゃないかなというような気はします。皆さんこれについてどう思われたのか、よかったらコメントを寄せてください。本日はここまでになりますが、ちょっと不慣れで聞きづらかったかもしれませんが、ここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございます。あとチャンネル登録となんだっけ、まあ、いっか。それじゃあまたね。